はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、グランブルーファンタジーに、まあ、ついにだよな、まあ、ある意味ついにというか、結局なんかグラブル面白いな、装備を強化したいなっていう風に思った時に、今までってその、なんだろう、攻略サイトとか別口を見なきゃいけなかったわけですよね。で、まあなんかこうどうやって、もうカジノを遊びましょうとか、もう最低ですわ、カジノで遊びましょう、何をするんだいトム、うん、そうだね、まずはね10ベットポーカーだねみたいな、そんなことを、まあ、言われて、あ、俺たちはポーカーをやるんだこのグランブルファンタジーでって思ってたわけですけれども、まあ、ちょっと指標が出てきた最近はね、うん。例えばだけど、ダメージ計算とか予測ダメージとかで一番高いのを取ればいいんだっていうのがあったんだけど、武器編成ってどうすればいいんだろうっていうのがあったと思うんですよ。なんだけど、今回はね、そちらの遊び方ガイド、こちらの遊び方ガイドっていうやつで、まあ、おすすめの武器編成みたいなのが見れるらしいんで、ちょっと今回は、そちらの方を見ていきたいなというふうに思います。新しいバージョンが更新されまくり、じゃあ見ていきましょう。遊びガイド、遊び方ガイド、仲間にしたいキャラや手に入れたい装備、目指したい編成を選んで目標設定しよう。キャラクターチャートって何？これなんてもうガチャを回すしかないんじゃないの？なるほど、サイドストーリーをこうポン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 って進めていくと、あれか、サイドストーリーで望んだキャラが取れるから慣れしようぜというような感じなんだな。こうやって下に行くと、なんかこうサイドストーリーができるようになるから、まあそれによって、頑張っていきましょうぜ、みたいな感じになってんだね。じゃあ例えばプリコネとかをタップすると、おー、ここで飛べるといいよね。いきなりだけど。ここで、あ、プリコネなんだ。オッケー、じゃあプリコネここポチーって押したら、まあここからじゃあプリコネに飛ぶとかさ、そういうのあるといいかもね。ここら辺にね。なんかここでいきなりこうパッて飛べたら直感的に操作できるっていうやつじゃないですか。うん。ここでじゃあそのラブライブの攻略ページに飛ぶとか、ここのページに飛ぶとかのボタンがあるといいかもしれないですね。初手ダメ出しなんですけど、まあちょっとわかりやすいかもしれないなとふと思いました。あ、でもここでサイドストーリーいけるんだ。下からいけるね。あー、でも戻ってこれなくなるね。戻ってこれなくはなるんだ。ここでサイドストーリーに行くっていうのは一応あるみたいだね。うん。ちょっと紹介できてよかったわ。で、次が編成サンプルだな。まあ、キャラクターチャートはサイドストーリーのキャラ。編成サンプルってのが、強くなるにはこの編成を目標にしてみよう。ほう！なかなか強気なタイトルの、なかなか強気な感じですね。気になる編成サンプルを選んで装備を進めましょう。集めよう。じゃあ、コロッサ先生。SR の武器を中心とした非属性の編成。まずはこの編成を目指そう。ん？何これ？これ、イフリート？ん？アンノウンか。サイドストーリーかな？多分。サイドストーリー。これは何？これどうやって撮んの？これどうやって撮、しかもこれ、ビットじゃん。アンノウンの。これ入れなくないか？これ入れるん？あ、しかもこれもビットだね。これイフリートダガーだね。だってさ、ここにさ、ここにクエストに挑戦で、ここにクエストないのやつ入れても、わかんないんじゃない？これどうなん？俺が、あれなのか？サイドストーリーを進めてないせいなのか？サイドストーリーを進めてさ、でも、だって、あるとしたらここでしょ？ビットって。ここら辺だよね。そうだよね。ちょっとわからんな。そうか、これ、まあ。でも、コンプリート壁があるとさ、ここら辺とかもなんか取りに行く。ちょっと目標設定でしてみる？マイページで確認できます。目標設定するとマイページに確認。ほう。ちょっとやってみようぜ。マイページ飛んでみようぜ。マイページ。今回の目標をチェックしようぜ。ヘレ先生、コロサ先生。おー。編成に登録。サンプル編成を自分の編成に登録できます。未所持の場合、最適装備が編成されます。なるほど。じゃあ、これに登録してみると、俺のコロサ先生が新たなる段階にステージに、戦場入ってる。まあ、そうなるな。まあ、そうなるわ。まあ、入ってない時はこんな感じにするよって、まあ、予測、おすすめ編成。でも、いいんじゃない？これは。ある程度はいいんじゃないかなって思うんだけど、でもじゃあ次に進むタイミングってのが少しわかんないかもしれんな。
うん、だからここからじゃあコロッサスマグナ編成に進みましょうっていうその段階が分かんない。だから戦力目安とかがある程度分かるとぶっちゃけいいっちゃいいかもしれないね。こんぐらいの戦力になったらここ進めてみようみたいなさ、次のステップに進むためのやつが少し分かんないかもしれないね。まあというのは置いといて、じゃあちょっと次行きましょうか。で、コロッサス編成が終わるとコロッサスマグナ編成になると。おー、あー、これラブライブのカバンだね。ラブライブのカバン見えねえんだな。サイドストーリーのやつは見えねえんだ。サイドストーリーのやつも見えるようになるといいね。これね。取得方法わかんないから。で、これテイルズの剣だね。フェアソード。これ、スタン・エルロンのいるとこ。どこだっけ？あれだね。テイルズ・オブ・ディスティニーのやつの剣だね。フェアソード。で、まあ、こちらのラブライブのカバンだな。なるほどね。まあ、この形、これあれだね。サイドストーリーの、テレーズがいるところだな。うん。公演祭だっけ、テレーズがいるところは確かこのメイン武器だったような気がする。まあ、この武器を目指していきましょうっていう感じでできるのがこうやって、はい。これでできて、おー、なるほど。まあ、メイン武器は、ウシュムガルにしつつ、戦場1、2本入りつつっていうような感じになるんだな。まあ、ちょっとなんか、まあでもなんか分かりやすいよな。この編成セットをポンってつければいいっていうのはある程度の強さになりやすいから、いい機能じゃない？正直いい機能だと思うわ。コロッサスマグナ編成2。急にちょっと重くなったな。週末ないね。ここら辺からでも週末準備しても、でも、あ、そうだよね。コロマグ4突してるんだったら、週末チェックしてもいいような気がしますけどね。これ排水編成なのかな？なんて書いてある？コロッサスマグナ編成の強化版、排水スキルでピンチに攻撃力が上昇。で、コロッサスマグナ編成3が芝の武器を採用した編成、ダブルアタック確率などが上昇。なるほど。まあ、2と3どっちかを状況に応じて使い分けてくれよっていうような感じになってんだな。まあ週末入ればいい。正直週末は入れていいと思うんだよな。だって段階じゃん、ぶっちゃけね。なんか段階として踏んでもいいと思うから、ここら辺に週末入れた方が、じゃあ週末って何なのみたいな感じになっちゃいそうな気はするから、俺はここに週末を入れてもいいんじゃねえのかなと思ってます。じゃあちょっとアグニス見ていこうか。アグニスの加護効果を中心に編成。俺これ書くんだったら俺結構言ってるけどさ、アグニスサプレてもいいと思うんだよな。アグニスはマグナって言われたらさ、アグニスはマグナみたいな感じでやるんだったら、アグニスは最低でもサップで取得させた方がいいような気するんですけどね。あ、こっちには週末あるんだな。こっちには週末あって、メイン武器が、オメガ剣ってむずくない？オメガ剣おすすめする。あ、メイン武器、嘘でしょ。メイン武器探検でオメガ探検をこれはひどいよ。これはひどいぜ。これはひどいって。オメガ武器はダメじゃないですか。どう？オメガ武器をこうやって、まあどうだかね。俺これで火のオメガ剣作った人いたらちょっとなんかかわいそうになっちゃうかもしれん。どうだろうな。あと作り方も分かりやすいといいかもしれないですね。まあまあまあ、分かってる人は大丈夫なんだけど、やっぱ分かんない人がそのまんま攻略サイトとか、俺っち見ない主義だぜっつって、俺は火属性を強化してんだって言って、なんかメイン武器をオメガそうと思ってたら、ちょっとなんかここはもう少し改善の余地があるかもしれないですね。オメガは容赦がなさすぎるな。まあ状況に応じて変わるからさ、まあそんな、にしてもな。で、アグニス渾身とか、ほう、アグニス先生の強化版、リミテッドシリーズで編成を強化。おー、アーカー社の槍。でもアーカー社の槍進めてもいいと思いますけどね。だからこのさっきのところとかさ、ここのアグニス先生、槍得意、刀得意、槍と刀のところはさ、オメガバルーチャじゃなくてさ、虚空の槍とかにした方が、なんか分かりやすかったような気がしなくもないですけどね。うん、で、こっちが、おー、サバ4か。サバ4で週末入れか。サバ4はちょっとどうなんですかね。足りないんじゃないかな。サバ4か。まあ、まあまあまあ、とりあえずここ目指そう。まあ、とりあえずここ目指そうねっていうのでは悪くないんじゃないですか。考え方として。
だから、まあ、こうすれば、まあ、後からもう一本欲しくなったとしても、入れ替えできるじゃないですか。そう、後で入れ替えできるって考えたらいいと思うけど、でも EX 工人これ3本入ってるよ。ねえ、虚空のくさび槍入れるんだったらさ、EX 工人3になっちゃうからさ、これだったらコロツエの方が、どうなん？ちょっとなんか登録して試してみようぜ。これでさ、この編成で、これでさ、週末が、多分だけど、コロツエの方が強いんじゃないか？どうなんだろうね。これで、まあこうなってると。まあ、あの、おすすめ編成が、あ、ちょっと待って。メイン武器が虚空のくさび槍。まあ、いっか、EX 更新だし。後ろからでも変わらんだろう。で、この状況で、おそらく、コロツエの方が火力が高いんじゃないですかね。よいしょ。コロツエ5突ね。あー、でも高くないんだ。なるほど。俺の方がにわかだったんですよ。これは。俺の方がにわかだった。あ、法人更新は永遠拒絶があるから、まあ、それだったらこっちの。でも、拒絶だとこれ通常更新の週末だったらさ、こっちの方が火力高いとかどうなんだろうねっていうのも、なんかそういう考え方とかも面白いかもしれないですね。ああ、落ちるんだ。なるほど。最大 HP は上がるけれど、こっちの方が攻撃力が落ちるよねっていうような感じなんだな。じゃあ結局なんか最初におすすめしてた、EX 更新型の方が火力的にこうモリッと上がもっこり上がるよっていうような感じなんだな。まあでもこうやって見るんだったら割と、まあ形にはなってるからいいんじゃないな。なんかなんか今まで間違ってるなって思ってもさ、いつかの間違いを知れたとしても、まあその時に修正すればいいから、まあ修正が効きやすい形ではあるよね。戦場4本を持ってるっていうのは別にまあ悪くはないんで。だ武器が1本来たらさ、戦場がもう環境遅れになるって可能性もあるんで、そう考えたらさ、なんかあれだよね。あの、この編成ってこう毎回毎回更新をかましていくことになると思うから、なんかぶっちゃけじゃあ、例えばだけど、コロッサスマグナ編成の、違うわ、アグニス編成のところとかさ、ここをなんかこう、オメガウェポンモリモリにしてあげるとかいうのはちょっとかわいそうな気がしますけどね、僕はね。うん。バルナとか、あ、クリティカル特化あるじゃん。これちょっと見てみようぜ。バルナのクリティカル特化。おガリレオ3、聞いたことねえな、ガリレオ3は。マジか、ガリレオ3はあんま聞かないっすけどね。今ね、メタが、今実はあの、渾身のメタがね、あれなんですよね。いや、ごめん、俺が勝手にメタって思ってるだけかもしれないんだけど、今ね、あの、アーカーシャじゃなくて、カオの杖。あの、聖域の釈上が俺は割とメタだと思ってて。まあ、これ渾身台ついてんすよ。聖域の釈上。だから、俺ね、今水はハイランダーなんじゃないかな。大体。まあ、ハイランダーじゃなくする場合だったら、大祭請求3本になると思うんだけど、どうっすかね。俺の感想だけど。もしこういう形するんだったら、大祭請求3にして、で、あと渾身は週末で、週末渾身にして、みたいな。うん。あ、メイン武器は杖以外ありえないってしてんだ。え、これするんだったらキャラクターもカリオストロ以外ありえないみたいな、なんか、もうちょっと説明ないと、このクリティカル特化は。どう使うのかわかんないんじゃないか？うん。まあでも、いや、逆、ガリレオサイト3は鬼だぞ。これ作った後修正効かんぞ。これ作ってさ、あの、なんか、よし、俺の装備はこれが完成だ。そこから先のグラブルは一段落したな。じゃあちょっとそろそろ攻略情報を解禁しちゃおうかな。みたいな感じで、あの、3年後ぐらいにこう、グランブルーファンタジーをやって、ツイッターに降り立ったとしたら、なんかもう今の編成、え、ハイランダーなの？え、俺のガリレオサイド苦労して作った2本いらないの？みたいな、なったら、ちょっとかわいそうよな。ちょっとかわいそうだね。できるんだったら修正が効くような形にね。それこそさ、だってもう、ここ目標武器でしょ。目標武器って考えたら、アヌビスの杖とか1本突っ込んでてもさ、問題ないじゃん。だって目標なんだから。ねえ。って考えたらなんか良さそう。そっちの方が良さそうな気がするんですけど、運営はこう考えてるってことなのかな。バルナ奥義とか。たまに？ことに？マジ？たまにことに？メイン武器ミルグレスオンリー？これアルティメットバハムート用じゃん。これアルティメットバハムート HL 用では、でもこれ入ってるもんな。美と慈愛の杖。そしたら美と慈愛の杖いらないよな。これじゃないだろう。奥義特化にしてもこれじゃないだろう。
そうか。まあでも週末がわかんないもんね。これ週末をさ、見ないって考えたら、週末が5凸がわかんねえよっていう場合だったら、週末って4凸だったら入んないんだよね、バルナ編成に。だから、週末抜いてもいいかもしんないな。俺がおすすめするんだったら、これ週末抜いて、このテュロスビネット3本とか、玉 3個とかにして、ちょっとおすすめしつつ、みたいな感じになるかもしんないな。へえ、ちょっとじゃあリバマグ編成。リバマグ戦で DA がアップ。おっと、これオベロンの匂いがする。クン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 、これはオベロンの匂い。3本入ってる。え、3本入ってるわ。しかもこれ排水じゃん。排水に3本入ってて、ね、おー、まあアルティメットバハムート HL 用ではあるな。まあ B と J のツヤ入ってるけど、まあまあまあ、へえ。で、ここからバルミラム、エウロペの武器を採用した編成、奥義ダメージが大きく上昇するぞ。これはね、こと4じゃないと。これはこと4。いや、2か3かもしれん。2か、2か4と見た。2か4。はい。はい。3か。折衷案だな。3なのか。で、2でいい、3か ?2?2 でいいんじゃないか。この、普通に殴って奥義ダメージを大きくアップする。でもまあこれはいいんじゃないですか。これは水は良さそうだね。水は良さそう。土が結構気になるな。土でさ、いちご一振り、いちご一振り5本を頑張ろうみたいなこと書いてあったらどうする？怖くなっちゃうかもしれん。ティターン。カゴを中心にバールの武器を集めよう。リミテッドシリーズで編成。ああ、嫌な匂いがする。ティターン、渾身とか、後戻りはできないかもしれない。クリック、テン。ほほほ。こんな編成してきた見たことねえぞ俺。いいんかこれ進めて。まあなあ、まあなあ、ちょっとなんか危険な感じするけどね。あ、風ってどうなるか気になるね。ゼピロス、扇とか、こんなものが存在していいのか。ほう、なるほど。豪国の槍2本に、虚無の国風2本、エタラブ2本。1本なんだね、スカイエース。スカイエースってなんか2本まで入るんじゃなかったっけ。で、通常週末なんだな。通常週末。アルカブ・ブリオル。ちょっとにわかだからよくわかんねえな。渾身特化。でも2本なんだね。やっぱりな。エタラブ3本。エタラブってなんか4本ぐらい入れてもよかったような気がするな。で、次の五千条光だから、渾身奥義特化の光。へへへへ。俺さ、俺はエデン4本持ってるけど、エデン4はね、マジで火力足りんよ。ゼウスでエデン4やってる人だったらわかると思うけど、エデン4ガチで火力足りんぜ。エデン5か6ないときついっすね。僕が使った感想だけど、ヨデンはな、どうなんですかね。そして、あれがなくなりましたね。3手。ガンバンテインがなくなりましたね。ガンバンテインはないということで。はい。で、最後、闇だね。闇はハイランダーあってもいいんじゃないの？渾身特化、排水特化。おお、排水特化か。排水特化だったらハイランダーは全然こう。いいね。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。グラシゴ。どうなんだろうな。これ、法人週末の方が火力高いんじゃないの？通常週末よりはな。で、メインはパラゾなんだね。まあ、パラゾは悪くないと思ってるけど。まあ、ただ、この編成にパラゾはどうなんだろう。で、渾身特化は4フォール。なるほど。これ火力足りんの？キリン弓入ってるけど。キリン弓で火力足りるかねこれ。わからんな。という感じでね。まあちょっと突っ込みどころこそあるものの、コロッサスマグナ編成とかの道中に関しては、なんか割と悪くない気はしてる。まとめていくと。悪くない気はしてるけど、まあちょっと、突っ込みどころがあるやつありますね。水と土とかは結構俺の中では顕著だったかなと思いましたけど、まあ後戻りができねえやつもあるから、まあ、アグニスは正直、まあさらに先があるのはわかるけど、正直これは納得してる、俺の中では。だって、リスクが少ないよね。今だったら、戦場を4本作るよっていうような、
あれでも問題ないじゃないですか。戦場を4本作ればいいよ。で、ここからじゃあ戦場、新しくして戦場5本がいいんだなって思ったら戦場1本作ってさ、この EX 工人、極まりし烈火の太刀をぶっこ抜いて、戦場5本にすればいいわけで、と考えると、そんなにこう、問題はないじゃないですか。うん。だから、まあ、正直俺この戦場アグニスの渾身特化とかはいいと思うんだけど、例えば、ティターン渾身特化でイチゴ一振り4本とか作っても、今のメタじゃないよな。うん。難しいと思うんですけど、バルナクリティカル特化っつってガリレオサイト3本作ったって言われてもちょっとなんか触れられざる好奇になっちゃうかもしれない。俺その友達がさ攻略情報を見ずにさできたぜ編成見てくれよっつってなんかこの公式に書いてあったやつ作ってみたんだよっつってガリレオサイト3本作ってさ超ハマっちゃってさ課金100万しちまったよっつってなんかガリレオサイトのクリ編成作ってこれをキラキラした顔で見せられたら俺もうやったなグッみたいなの言っちゃうかもしれないもうちょっと直してもいいかもしれないような気がするけどね俺はね。うん、ということで、まあただある程度は参考になるんで、うん、下は分かんないけど、だからそこら辺はちょっとそこら辺は指標として今まで攻略情報でしか調べられなかったよっていうのがあると思うんだけど、そういうのがなくなったから、うん、そういうのが多少なくなったんで、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、編成の目処として、マグナ編成とかはね。もう一つ言うのであれば、ユグマグとか今見えたけど、これだったら、フレイシをユグマグにしましょうっていうのも、ちょっと書いておかないとダメかもしれないですね。クリティカルを確定編成するために、ユグユグにした方が火力が出るよ、みたいなところを、フレンドはユグマグにしよう、みたいな。書いておか、置いた方が分かりやすいかもね、っていうのもあるけど。まあ、指標としては悪くねえんじゃねえのかな。うん。課金は分からんけど。っていう話でございました。そんな感じで、新機能ですね。新機能の、遊び方ガイドを見てみた動画でした。またお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。